先月22日敵地でのナイターのロッテ戦前に千葉鎌ヶ谷の2軍施設を訪れると灼熱灼熱の室内練習場で黙々とバットを振る日本ハム野村の姿があった前日のロッテ戦は9回に代打で登場するも3ゴロに倒れて1打数無安打ナイター翌日にもかかわらず午前中から2軍施設に足を運び練習に取り組む姿に感心した 今季は5番、3塁で開幕スタメンを勝ち取ったが、なかなか調子が上がらず4月12日に2軍降格。その後も昇降格を繰り返し、前述の4日後となる8月26日に今季3度目の2軍降格となった。直近5試合はいずれも代打、3塁は軍事、正義やらの台頭もあり、限られた出場機会でいかに結果を残せるか信していた。それでも、 確実に成果を示したのが降格後初出場となった同27日のイースタンリーグ西武戦だ。4番、三塁で先発し、初回1、1、2塁で迎えた1打席目で初球を左越えに先制スリーラン。1球で仕留めることができたのは良かったかなとと振り返ったうに、7回には1ボールからの2球目をバックスクリーンに運んでみせた。シーズン中も誰よりも早く球場に来て、 早出と空打ちや早出と曇りを受ける日々。誰もが認める真面目な性格と強すぎる責任感から、大舞台で少し固くなるのかもしれない。ただ、そんな真面目な選手こそが日の目を見てほしいと思う。見ている人は見ている。野村はこんなものではないと、信じている。記者コラム生徒俊太。